ロブラザー白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介するのは水の生物なんですけども、新しく実装される水生物、こちらで、一つはもう確定して分かってるんですけども、もう一つは属性系の生物であれば2セット目が耐性で4セット目が、浮遊状態に 35% ダメアップっていうのがありますんで、そっちの生物をもうありの状態でのちょっと考察なんですけども、今水キャラが4体いて、新キャラはね、水キャラいるとすれば、星4のキャラが出てくるとは思うんですけども、それとかは、後々考察で、まず現存のこの4名でちょっと考察していきたいと思います。局所的な考えで、このキャラだったらこっちの方がいいねみたいな感じで、他の生物は抜きにして話してますんで、ご承知おきください。はい、じゃあタルタリアいきます。タルタリアなんですけども、基本的にタルタリアっていうのが双剣状態になって、水風をつけてますよね。でかなりこの連撃が激しいキャラクターになってますね。なので相手が元素付きであったとしても、他の元素がついてたとしても、最初の1撃目で壊して2撃3撃目でもう水風をしていくキャラになります。でそう考えていくと、後半の、ダメージアップが 35%、こっちのものとかでも全然いいのかなと思います。なぜなら、こちらの、通常攻撃と銃撃の 30% 上がる、森林の心の方だと元素爆発の方が強くならないんですね。ただこっちのタルタリアの場合は元素爆発は非常に優秀なんで、だから水浮遊した状態で、ダメージアップが 35% アップする方が何より元素爆発が 20% 上がる吸気族とかと比べてもかなり伸びしろがあるんじゃないかなと。こう変身してバッババッババッババッってやって、バッってこう元素爆発攻撃をすると、そういった立ち回りとかの方がいいんじゃないかなと個人的には思いましたね。その他こっちの普通の打ち方とかでも、チャージ打ちの方はね、狙うち銃撃になるんで入るんですけども、そっちの方がいいのかな。あとそれと、こちらの森林の方だとタルタリアで使う場合は6凸になりますよね、おそらくね。なぜなら無凸であればこう変身して、これ全部入りますよ、入るんですけど、ちょっと敵倒しちゃうんで、あえて打ってませんけど、入るんだけど、例えば15秒経ちましたってなった時に水元素ダメージ 15% しか乗らなくなります。そうなってしまうと何が起きるかっていうと、解除した時に、20秒ぐらい待たなきゃいけなくなっちゃうんですよね。なのでメインアタッカータルタリアっていう形では使えなくなりますね。だからサブのもう一人のメインアタッカーの人に、こうやって取り替えてこうやって戦う、そういうムーブをやっていく必要があります。貫突であればこうなった時に、この元素爆発がたまった時にこう打って、で戻ってまた双剣になれるんで、そしたらスキル状態、また15秒間力がアップした状態で戦います。ただこうスキルを発動したっていう条件の中で戦うのであれば、タルタリア向いてないのかなと思います。はい、次モナなんですけども、モナの場合は結構銃撃メインで戦うキャラクターで、でスキルがですね、こう一発スキル打った時に12秒だね。で、復活するんで、この森林の心を常時発動することができるようになります。そして、水元素ダメージと銃撃と通常攻撃、非常に相性がいいっていうこともあるんですけども、もう一つモナの場合は、これも将来的な話なんですけども、こちらはないとして、これですね。二凸の方で通常攻撃が命中したときに 20% の確率で自動的に銃撃。こちらの、天の命の星座使っていくことによって、要するにこう
スタミナがない状態になる可能性があったりですね、将来的に6突の効果でこう潜って出て銃撃を撃つっていうパターンがあるんですけど、もちろんダッシュをするんで、ダッシュというかこう潜ってスタミナ消費するんで、スタミナがなくなってる可能性もあるんですね。なのでやっぱり通常攻撃を交えながらこうやって撃つことになるんで、こうスキル打ちながらね。なんでこっちのムーブがかなり、合うのかなと個人的には思いますね。要するに楽団の方だと、楽団を使うと通常攻撃を交えてやれなかったりとかしますんで、ただモナも元素爆発強いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、であればですね、水不要ダメージプラス吸気族のものにしたりとか、そういった運用の仕方とかでもいいと思います。ただやっぱり将来的に銃撃がかなり強いキャラクターになるんで、この通常攻撃と銃撃がさらに強くなって、こっちの潜って撃つ、これに相性がいいのと、スキルが12秒に1回っていうの、こちらがかなり、実にモナ向きなんじゃないかなと思います。ただタルタリアはもう一つの方で、こっちがモナの方は森林の心でいいのかなというような感じですかね。はい、で次ゆくあきなんですけども、ゆくあきっていうのはだいたい元素爆発を打ってで退場するっていうキャラクターになりますよね。なので新しい生物ね、あんまり使う機会があんまないのかなっていうところが一つあります。なので、こちらの生物、例えば元素爆発の吸気族と水元素ダメージ森林の22とかで使う、あるいは水不要がしっかりされる条件、例えばタルタリアと組ませるっていう時に、例えば森林の心はまずないですよね。なので水不要状態の相手に対してっていうものに対して言えば、こう使って、これね、タルタリアとこう打ち合うというようなことができますね。さらにね、ちょっと面白いかもしれないですけど、バーバラでこれで水ダメージをアップさせてこうどんどん打っていくというようなこともなかなか面白いのかなとは思いますけど、ただちょっとね、つけすぎ感はあるんでちょっと難しいかな。だからバーバラつけてタルタリアやって、ベネット打ってからハタルタリアバーバラみたいな感じの、タルタリアベース。ゆくあきに関してはそうですね、森林にセットと吸気族とか、そこら辺がおすすめなのかなと思います。はい、次バーバラなんですけども、バーバラ基本的に回復特化のやつなのかっていうことになってくるんで、この両方とも回復用じゃないですよね。なのでもしバーバラをね、その火力ぶりのキャラで組み直すんだとすれば、銃撃で回復するキャラだとして、マルチで使ったりする前提であれば森林使えると思います。例えばこうやってこう打ちますよね、銃撃を。で、楽団とどっちがいいんだって話になるんですけども、楽団の場合って通常攻撃は打てないですよね。バーバラの銃撃でいいんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないんですが、どっちかっていうと森林とかの方が通常攻撃との相性もいいんで、こう打ちながら銃撃打っていくスタイル、このスタミナがやっぱりなくなってしまいますんで、だからこれ打ってスタミナ、銃撃だけだとスタミナがなくなっちゃうのと避けながらになるんでなっちゃうんで、通常攻撃も交えながら銃撃だとなくなっちゃうんで、こういった形のムーブが必要になってくると思います。で、15秒経ったらもう回復も終わってると思いますんで、他のキャラに変えてこう戦うというような感じだと思いますね。ただバーバラはどっちかっていうと、水付与して竜殺しでみんなにバフつけていくっていうような、攻撃バフも回復もしていくっていうスタイルの方が合うと思うんでね、どっちもあんまり使えないかなっていう印象がちょっと強いですね、僕の中で。はい、以上で4キャラ分やってみたんですけども、個人的な印象では、タルタリアは、
どっちかというと後者の方かなと。水不要状態の相手にダメージアップで元素爆発も打っていくっていうスタイル、モナの場合は銃撃スタイルを将来的にやっていくっていう形になってくるんで、こっち の森林の方でも構わないと。でユクアキはどっちかっていうとそれの両方とも噛み合わないかなっていうような印象なのと、2セットならいいですね。2セットを使っていく。でバーバラに関してはもう両方、役割かな、役割自体ではって感じなんですけども、僕的にはあんま使わないで他の、味方を助けるためのものでいく、あるいはもう本当ゴリゴリ火力のバーバラも試しに作ってみるのもいいかもしれないですけど、その場合だったら森林の方かなというような結果になりました。はい、こんな形になりました。ぜひ動画気に入ってくださったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。こんな形で検証動画とかいろいろ情報の動画であったりとか、やっております。あとはライブもしょっちゅうやってますんで、そこに遊びに来ていただいていろいろ話しながらワイワイやりたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。